フリーホラーゲーム作ってる。ん？なんだろう。出さない。これは出すんじゃない？だってみんな完璧じゃないんですよね。え、これ何かが起こるの？出すとアイテムとして入手してるわけでもないし、何かヒントがあるのかな。ちょっと待って、これは箱から出して綺麗なやつだけ残してみましょうか。出して、こいつは、あ、こいつも完璧ではないんだ。どういうこと？こいつを出さずにいて、こいつを出して、出して出すとか。どういうこと？消す、つけない、火をつける、消さない。何なんだ？だから何なんだ？こう黄色い服を焼くこともできなければ。ない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 、よくわからん。地下室に来たから何なんだよ。さよならさよならさよなら。セーブしとこうか。これスイッチ押しっぱなのかな、にするべきなのか。オッケー、何も入ってない。そっか、見返りなんてあるわけがない。これ押しっぱにしてみよう。でもやっぱ鍵はかかったまんまなんだ。どういうことなんだろう。どこにヒントはないのかな。ヒントなしでこれを攻略しろって結構無理じゃないですか。無理ゲーじゃないですか。マジで？ちょっと待って、ちょっと考える、考えます考えます。蝶の標本が入った箱が4つある。全部出してもダメだったし、何なんだ？ここで何かアイテムを使うのかな？なんかどっかにヒントないかな？あ、竜かな？ちょっとあの惨劇があったとこまで行ってみましょうか。何かあるかもしれない。すごく怖いけどね、戻るのは。襲われたらどうしようっていう。サノチンがなんか持ってないかな。サノッチが、サノッチの結婚があるのはいいんだけどさ、よくないんだけど、あの子は、子ちゃんはどこ行ったの。何、死体がなくなってんの。やばいんだけど、やつどこ行った。どうしよう。なんかこれを使うんですよね。で、汚れを落とせるのかな。超適当なこと言ってる。作ったー。上のあの汚れを落とすのかな。これ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 、意味ない。なんかロッカーが開いてるけど、はっ、サノチン。うわー、なんてことだ、こんなひどい姿になって。元もひどかったけど、これサノチンなの。で、マリリンはなんてこと言うんだ。結構あの本音がポロッと出ちゃった系ですね。これなんか写メとかしといた方がいいの。そういう悪趣味なことすればいいの。嘘です嘘です、しませんしません。あ、そっか、この結婚をたどっていくとサノチンに行き着くってそういうパターンだったんだ。全然気づかなかった今。ふんごちゃんはどこ行ったの。ふんごちゃんは、くもこちゃんはどこ行ったの。また積んじゃった、ツンデレーションですね。ほんとここの曲怖え。こうフライパンも何なんだろうな。あ、間違えた。箱から出してみましょうか。これは出さない、よくわかんないな。
さない、出す、出さない、出す。花占いみたいになっちゃった。どっかにヒントねえの？なんか料理っつうかフライパンの上に何か置けることがないとダメですよね。え、あ、びっくりした。これさ、向こうの部屋に持ってけないよね。持ってけるかな、持ってけるんだったら持ってけるかな。だからなんだって話か。いや、もしかしなくともないかなっていう。なんかこう、ここを塞いで置けば OK なんじゃないですか。何がだって感じですね。出す、全部出すパターンはやったし、羽がこんなになってるのだけ残してみましょうか。羽が綺麗なのだけ出すのかな。じゃあ羽が綺麗なのだけ、あー間違えた、出さない。箱が綺麗なのを出しましょう。羽が綺麗なのね。あ、やった。え、何、よく見ると箱の中に鍵が入っていた。やった、羽が綺麗なのだけ選べばいいんだ。鍵を入手した。やった、どこの鍵、よかった。鍵ってなんだ、そのただの鍵って。一番困るパターンだぞ。まあここの鍵かな。じゃあとりあえずセーブしましょう。ああよかった、鍵これかな。やった、嘘もう真っ暗じゃん、やだー。うーわ、魔女の家思い出すわ。魔女の家の後半部分思い出すわ。これすっげえ怖い、がっつり動いて。嘘でしょ、やばい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 、超やばい超やばい。あ、これよし、やった、危ねえ。あれ、隠れらんない、番号もわからん。あいつが来たら隠れろって話、わかりました。危ねえ、見つかるとこだったわ。なんかどんどん行けるけど大丈夫これ。こっちは一歩通行なんだ、ずっと追われるパターン。え、ハンドルが硬くて回せない、嘘でしょ。回す回す、あ、わかった、これ油使うんだ、これで OK、 回せ。あぶねえ、あーよかった、潰されるとこやった。あー、びっくりした、油持っててよかったねマリリン。え、しかも鍵がかかってんの、嘘だろう。鍵なんか手に入れてないですよね、どこでも。うえー、黄色い服いつまで持ってんだよ、黄色い服で鍵が開くわけでもなかろうもん。バカな、ちょ待って待って待って、この金庫の中に俺は鍵があると見た。わかった、あの34が見れたのはここのためなんだ。うん、この頭文字を34に変えるんだ。3439、打ってみよう。番号が違う、マジで。どこにあるんだその、あー、ここのどっかにあったのか、マジか。でもあいついるんじゃねえの、怖えよ。アイテム調べらんないしな。あ、やった、なんか孫の手、孫の手、かゆいところに手が届く。俺の予想ぴったりじゃねえかよ。いや、誰でも説明文はこうなるだろうと思うけど、え、でどこで使うのこんな、わけがわからない。危なかったな、さっきあいつに見つかるとこやったな。つがなんでこんな暗いの、ほんと。孫の手、どこで使うんだ。かゆいところに手が届かしたいけどさ、そんな物が取れなくて困った場面なんかないよね、特に。孫の手を、oh yeah、 手に入れたよ。
イエーイ、ウォーイエーイ、かゆいところに手が届く、かゆくても大丈夫、だって孫の手があるから、ウォーウォー。長いんじゃないか、うん、あ、おお、やっぱこいつなんだ、場違いですもんね。家具と壁の間に狭い隙間がある。ここで孫の手の登場なわけだ。孫の手、ゆきー使って隙間のものを書き出した。何かのメモ。これはあれですね、きっと暗号文ですね。暗号のようなものが書かれている。え、発音記号ですか、これ。 E フィーシーニー、わかるか、何これ。 E フィフィし、し、に、ああ、わかった。なんとかわかってきたぞ。まずは当てつっぽでいこう。5でしょ ?4、2、5、4、2。最初が1かな ?1 でいいのかな ?1、4、5、2。これでいくよ。番号違う。何?わかんねえ。ちょ、待って。8542、8542。番号違う、嘘でしょ。6か。1234567 8、わかった。8569、8569、行ってみよう。8569、やった、鍵入手した。何の鍵だろう。鍵、また鍵かい。ただの、あ、なんでこっち来たんだ。向こうの鍵だと思うな俺。ここが多分開くんじゃないでしょうか。ここが開いて、なんかやつがそろそろ出てきそうだな。あー、開いた。え?え?なんかない、内臓?あ、血?血がなんかあるけど。どうしたのこれ。誰の血?怖っ。アイテムもある。うわ、洗濯機もある。マジで?電源が入らない。それコード刺さってないからな。アイテム拾うとなんか出てくる系でしょ?開かない。開かなくていいよ。開かない。よし。アイテム拾う前にちょっと上のね、大量のゴミ入ってる。これ何?開かない。ああ、絶対出てくるよ、拾うと。嘘でしょ、マジ、あいつ。開かないんだよね。ああ、怖い。ゆっくりこっち来とるわ。3階の鍵。うわ、マジで?めっちゃ早いじゃん。ちょ、待って、ま、怖え、あいつ。よし、OK。これどうすればいいんだろう。開かないんでしょ?なんかあいつめちゃめちゃ早かったからな。どうすればいいんだろう。こう、開かないんだよね。力任せで鍵、決定機。そう、決定機入れんだって。おい、どんだけ連打すんだよ。よし。はい。来た。早く。ダメやん、開かねえやん。
を拾えば奴が出てくるから、開くことを信じてただひたすらに連打をします。超高度でバーンロケットスタートしましたけど、ね、ロケットスタートさせないためにはちょっとじゃあドアでパニックしてますよみたいな。